はい、こんにちは、レトスの野です。いつも本日の3問ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。弊社レトスは、無理なく、無駄なく、理解学習を使ってあなたを達見合格に導くサポートをしております。で、今回のこの問題、双方代理の問題については、理解すべき内容がいくつかあるんですね。で、これは通常個別指導でしか教えてない内容なんですけれども、今回特別に解説させていただきます。 で、今から解説するような理解学習、これができていないと、本試験の引っ掛け問題に引っかかっちゃったりとか、あと応用問題に対応できなかったりとかして、基本的な問題だけども失点してしまう。そのようなことになっちゃうんですね。なので、そうならないために、つまり、まあ、どんな問題が出てもきちんと合格ラインを超えるような勉強、これをしていただきたいんですよ。それが今からお伝えをする内容です。 単に問題を解くだけだったらおそらくこの問題多くの方が解けると思います。まあもちろん初めて勉強される方は解けないかもしれないんですけども、もう1年間勉強してきたとか、ある程度勉強された方だったら解くだけであればそれほど難しくないんですね。ただ解けるだけじゃなくて、理解すべき部分を理解する。これが理解学習なんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、まず問題文なんですけれども、 A が B 所有の甲土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合、A が C の代理人となって BC 間の売買契約を締結したときは、C は甲土地の所有権を当然に取得する、丸か×かという問題ですよね。で、まず A が B 所有の甲土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられていると書いてあるので、 A が B から代理権を与えてもらったと。そういう状況ですよね。つまり A は代理人です。B の代理人ということですね。で、どんな代理権を与えられたかというと、B 所有のこの公土地、公土地を売却する代理権を与えてもらったということなので、この土地を誰かに売却するっていう話ですよね。それが次の文ですね。A が C の代理人となって、 B、C 間の売買契約を締結したと書いてあるので、買い主は C さんなんですよ。で、しかも、この C さんっていうのは、A さんに対して代理権を与えているんですね。これは、A が C の代理人となって、という部分からわかります。A は C の代理人ということは、C は A さんに対して代理権を与えているという状況です。つまり、A さんは、売り主である B さん、 買い主である C さん、双方から代理権を授与してもらっている、与えてもらっているというわけなので、双方代理ですね。双方から代理権をもらっているから、双方代理と言います。で、質問内容は、まあ、A さんが双方代理によって BC 間の売買契約を締結したとき、C は公土地の所有権を当然に取得する、丸かツかという問題です。で、答えはこれはツなんですね。C さんは、 この公土地の所有権を当然には取得しません。それはなぜかというと、そもそも双方代理っていうのは無権代理行為に当たるんですよ。つまりこの売買契約は無権代理人である A さんが行った契約になるんだって話なんですね。これ代理権与えられているけれども、双方代理の場合は無権代理として扱うんだって っていうところです。これはなぜかというところまでは、ちょっと今回は省略させていただきます。これも理由があるんですけども、ちょっとここ省略させていただきます。まあ、とりあえずは覚えていただいても大丈夫です。双方代理は無権代理として扱うんだって覚えていただいていいんですけども、無権代理っていうのは、契約は有効でも無効でもないっていうところが一つポイントになってくるんです。つまり、この売買契約は有効でもないし無効でもないんだよっていう話なんです。これ多くの方が勘違いするのは、 無権代理が行われた場合、その契約は無効って思ってる方、意外と多いんですけれども、それは間違いです。無効じゃないんですよ。でも、有効でもないんです。つまり、契約っていうのがすごく不安定な状態なんだっていう話なんですね。で、こう無権代理となるとどうなるかっていうと、契約の効果を本人に帰属しないんです。じゃあ、この契約の効果ってどういう意味なのか、これ理解していない人、非常に多いです。 契約の効果っていうのは、売買契約をした結果どうなるかって話なんです。このどうなるかっていうところが契約の効果なんですね。売買契約を締結するとどうなるかというと、所有権は B から C に移転するんです。でも、この移転するっていうのが効果なんですが、その効果は本人に帰属しないんですね。つまり所有権は移転しないっていうことが結論になってくるんです。 本人っていうのはこれ誰かというと、代理権を与えた側なので、B さん C さん、これ共に本人なんですよ。つまり、この所有権は B から C に移りませんよっていうところが、ここの内容なんですね。契約の効果は本人に帰属しないっていうところです。なので、今回の問題は、C は公土地の所有権を当然に取得するというのは罰だという話です。なので、この契約の効果ですね。これはちゃんと頭に入れておきましょう。どういったものなのか。 売買契約であれば、所有権が移転するっていうのが契約の効果なんですね。それが本人に帰属しないわけだから、所有権は移転しないっていう話です。でも、まあ、これは原則なんですよ。で、例外もあって、所有権が移転する場合があるんです。例外っていうのは、原則の逆なんですね。原則は、契約の効果は本人に帰属しない。じゃあ例外はって言ったら、契約の効果は本人に帰属するってなりますよね。じゃあどういった場合に、 契約の効果が本人に帰属するのか。つまり、どういった場合に所有権が移転するのか。というと、本人があらかじめ許諾している。本人っていうのは B さん、C さんですね。B さん、C さん、双方が、もうあらかじめ、あらかじめって事前にってことですね。事前に許諾している。もう所有権移転させるってことを認めていると。OK しているよって言った場合。この場合は所有権移転しますよってことですね。また本人が追認した場合。 上はあらかじめ許諾だから契約前にって話なんですけども、これは契約した後です。契約した後、本人、つまり C さんとか B さん、双方が追認した、つまりこの売買契約を有効にしますよっていうふうに認めたってことですね。そういった場合も所有権は移転しますよという内容です。これ考えていただいたら当然ですよね。 ま、本人、双方、二人とも、OK 出してるんだったら、所有権移転させても問題ないじゃないですか。お互い不利益生じることありませんよね。だから OK なんですよと。所有権は移転しますよって話です。で、本人が何も認めていない状態であれば、所有権は移転しませんよ。なぜなら、双方代理は無権代理として扱うからだという話です。で、無権代理は有効でも無効でもない状態なんだよっていう話ですよね。 で、ここでちょっとここと関連してくるんですけども、無権代理は有効でも無効でもない状態。で、そこから本人、双方が追認することで、これは有効が確定するって話なんです。ここは確定するって話なんですね。で、一方で、まあ、どちらか一方でも追認拒絶をしたというのであれば、この場合は無効が確定すると。 そういった流れになってきます。まあ、ここまで合わせて一緒に勉強しておくと、まあ、今回たくさんのポイントを一緒に勉強できることになるので、忘れにくくなります。まあ、今回一つのストーリーとして頭に入れておくといいと思います。ポイントだけ一部分を覚えるんじゃなくて、今回の話の流れですね。双方代理から原則行って、まあ、契約の効果の言葉の意味理解して、で、例外まで行きましたよね。で、さらには無権代理行為とこの追認の話。 これのつながりも最後にお伝えをしました。一つの問題からたくさんの内容を理解をして頭に入れていくのが非常に効率的な勉強法で、これが理解学習の一つです。これを行っているのが弊社の個別指導なんですね。こういったことの積み重ねが本試験で得点になってくるんですよ。本試験では緊張して頭が真っ白になるかもしれないんですけれども、今回のように理解をした内容っていうのは、問題文から答えをこう導くことができるようになるんです。 だから頭が真っ白になっても問題文これがヒントになってここから自分自身で答え導けるようになるので得点を重ねていくことができるだから合格点を取ることができるっていうことなんですね単にポイントを暗記だけでは正直本試験で頭が真っ白になって鉛筆を転がして運任せっていうことになりますのでそうならないためにぜひあなたも理解学習実践していただければと思いますもし自分自身で理解学習難しいなと思われる方はぜひ個別視をご検討いただければと思います 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。